あ、お帰り。り <laughs> ょは珍しく遅かったね。何かあったうん。まあ、そっか。<laughs> でも、遅くまでお疲れ様。よく頑張ったね。<laughs> ほら、元気出して。君のリクエストで、 プリン、作ってやるから <laughs>。でもびっくりしたよ。君から急に電話かかってきて、何かと思ったら。今日プリン食べたいからプリン作ってって <laughs>。そんな可愛いお願いしてくるんだもん。あれ切って作っちゃったよ。うん。後でご飯の後に食べよう。んお風呂入れわかった。じゃあ、 ご飯の準備して待ってるね。んおあ、お風呂先入るいいよ。じゃあ、ご飯の準備して待ってるね。い <laughs> ってらっしゃ。ん 今日君の匂い違う本当。いつも君が仕事から帰ってきた時はなんかふわーってコーヒーの匂いするのに今日は違う <laughs> じゃあちょっと待ってじっとしてて。 その香り。うん、<laughs> 甘い。あ、わかった、プリンだ。いや、絶対プリンだ。えもしかして、プリン食べた俺に作ってってお願いしておいて。え <laughs>、うん 多分この香りの強さ食べたのは割とさっきって感じなんだけどえあ、ー。君自転車通勤だから満員電車で他の人の匂いがうつるってこともないしえもしかして帰りに食べてきたなあ 僕頑張ってプリン作って待ってたのに <laughs> ちょっと何笑ってんの俺怒ってんだけど <laughs> 何リップクリーム匂い なんだこれものすごいプリンの匂い。あ、もしかして、君からするプリンの匂いの正体って、このリップクリームああ、あーあー、ごめん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 。あ、あごめん。<laughs> 完全に俺の早とちりだった。あーほんたごめんね。あーえー、でも、まさかこんな美味しそうなリップクリームが売ってるなんて。 知らなかったから <laughs>。うん。仕事でミスして <laughs>、うん、あはあこのリップクリーム塗って、リラックスしようとしてたんだ <laughs>。ああ、そしたら、プリンが食べたくなったんだね <laughs> そ<っか>。<laughs> そっか。そっかそっか。 <laughs> 冷静に考えたら君がそんなことをするわけないよね <laughs> プリン作りながらさずっと甘い香りに包まれて <laughs> なんか君からも同じ香りするからびっくりした <laughs> <laughs> ごめんなさい <laughs> うーん ありがとう。でも <laughs>、可愛い君に可愛いって言われると、なんか変な気持ちだけど <laughs>。まあ許してもらえるならいいな。ありがとう。君は本当に優しいね <laughs>。俺なら、なんだその早とちりはって怒っちゃうかもしんないし <laughs>。俺、 やっぱり君のそういう優しいところ、大好き。ふふ。俺のプリンが食べたいって、素直に可愛いお願いしてくるところも、大好き。ふふ。あ、ごめんごめんごめん。お風呂開いておいで。うん。あ、でも。そのリップ、しっかり落としてね。香りが消えるまで。しっかりだよ。ふふ。 だって <laughs> この後本物のプリンの香りと味を楽しんでもらうんだからな <laughs> 頑張って作ったから早く耐えさせたいな <laughs> うんい <laughs> ってらっしゃいチャンネル登録をして 次の動画もちょっとだけ見てみない